マクラスキーはアメリカ海軍のミサイルフリーゲート、オリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリーゲートの32番艦。韓米はミッドウェイ海戦でエンタープライズ艦載機部隊を指揮したクラレンス・ウェイド・マクラスキー少佐にちなむ。マクラスキーはカリフォルニア州サンペドロのトット・パシフィック造船所で1981年10月18日に寄港する。 1982年9月18日に浸水し、1983年12月10日にロングビーチ海軍補給基地で収益した。1986年には台湾海峡で行われた中国海軍の大規模軍事演習に対する紹介活動を行った。1991年には母港を横須賀に変更し、フィリピンのピナトゥボ山噴火の際の避難民救助活動。 オペレーションファイアリービジルに参加した。1992年には、ウラジオストクを訪れ、ソ連崩壊後のロシアを訪れた初の西側艦艇となった。3度目のペルシャ湾配備後の1996年には15回の共同演習への参加。40以上の港を訪れ、その後母港を横須賀からサンディエゴに変更した。2000年代に入ると、 数多くの大麻薬作戦への参加を行う。2006年の時点でマクラスキーはカリフォルニア州サンディエゴを母校とし、ジョニーシュルツ艦長の指揮下活動した。2015年1月14日退役。ありがとうございます。